たなら相手が欲しがってる贈り物も簡単に分かりそうだよな。ええ、もちろん。日頃の情報収集を怠ったことはありませんから、いつ誰が何を求めているのか常に把握してますよ。その情報が役立つのはこういう時だけじゃなさそうだな。